おととい、鳥栖市の鳥栖小学校で3階にあるバルコニーの屋根からコンクリートの一部が剥がれ落下しました。この日は日曜日で児童はおらず、けが人はいませんでした。鳥栖市によりますと、剥がれ落ちたコンクリートは大きいもので長さ18センチ、幅10センチ、重さ700グラムなど合わせて4つで、出勤していた教職員が発見しました。落下の原因は分かっていません。このバルコニーは45年ほど前に建てられたもので、事故を受け市が他に危険な箇所がないか調査しています。今のところひび割れなどは確認されていないということです。